はい、皆さんこんにちは、山津です。さあ、これから僕はグランツーリスモの世界大会、グランツーリスモワールドショーダウンに行ってきます。場所はですね、オーストリアのザルツブルクというところに行ってきます。これから1時間ぐらいの観光ツアーをしていきます。モーツァルトの聖家でございます。はい、というわけでハンガーセブンに着きました。バスで移動しました。さあ、今から入り口に入りますよ。いろんな展示物があります。飛行機やら F1 やら、はい、今回の会場はこんな感じです。あ、今回からブレンボがオフィシャルパートナーになったので、こんなところにキャリパーが、かっこいい、これカーボンかな。久々のネーションズカップ出場ということで、今回、ね、すごく残念なのが、宮園がちょっと、ね、病気で来られないということで、今回は国分君、川上君、鈴木君、そして僕で出場することになりました。まあ、正直、厳しい戦い、リージョンファイナルもそうですし、グランドファイナルも厳しい戦いになると思うんですけど、まあ、全員でベストを出して、まずはグランドファイナル日本人全員で出場するっていうことと、まあ、個人としてやっぱりネーションズでのオフラインイベントっていうのは19年の東京以来なので、まあ、正直練習はそんなに調子悪くないと思ってるので、まあ、一つでも上の順位を優勝できるように頑張っていきたいと思います。皆さん、僕の応援とそして日本人の応援をよろしくお願いします。頑張ります。予選レースと敗者復活のレースが終わりました。なんと敗者復活戦でギリギリ生き残れたので、この後の決勝に出ることができます。まあね、12人出るんですけど、まあ、11番手スタートなんで、まあ、正直ねレース辛いと思うんですけど、ただね練習のペースがすごく良くて、まあ、ちょっとね成立するかわからないですけど、まあ、面白いレースをして満足のいく結果を出したいと思います。こんな感じです。ここは僕のシートです。うまく映らない、こんな感じです。めっちゃ首斜めってるでしょ、びっくりしました、ね、そんな斜めってて写真に写った記憶はなかったんですけど、はい、まあ、あとはね本当に、まあ、レースがだいたい40分から50分ぐらいあるんで、正直ね長丁場のレースなんで集中を切らさずに頑張りたいと思います。あとね放送まで1時間っていうのもあって、徐々にちょっとね人がまた集まりだした感じですね。はい、こんな感じ。実況してくれるジミーですで、こんな感じ。ネーションズは青いんですよね。で、これがワールドチャンピオンになるともらえるトロフィーです。マニファクチャラーのトロフィーはあるんですけど、ネーションズのトロフィーがまだないので、今年こそは取りたいですね。はい、というわけで大会が終わってホテルにも行きました。まあ、ちょっとね明日の朝早いんですけど、まあ、結果は7位ですか、それまで。まあ、正直作戦的にはスタート順位を考えるとバッチリだったはずなんですけど、スピンを2回もするっていう、ちょっとなかなかね、自分ねレースあんまりそういうミスしない方だったはずなんですけど、まあ、ちょっとね楽しくなっちゃって攻めてたら思いっきり回るっていう失態を起こしまして、まあでも戦える実力もあるって分かったしっていう意味では非常にいい大会だったし、まあ本当にねみんなと会えたのがすごく良かったなと思ってるんで、まあねモナコでリベンジしたいですし、まあこの後ねオンラインのまたワールドシリーズっていう大会もあるんで、まあそこでね少しずつポイントを重ねて、ちゃんとねワールドチャンピオンになれるように頑張って
ていきたいと思います。まだまだ、ね、逆転できますし、はい、本当に気合い入れて頑張りたいと思います。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。